絶交ルールの噂を倒したあの日、トーカちゃんとネムちゃんが入院していたことが分かって、ようやくウイに近づけた気がした。だけど先週からずっと新しい手がかりは見つからない。トーカちゃんとネムちゃんがどこにいるのか、ウイがどうして消えちゃって、今は何をしているのか、本当に何も。でも本当にどうやって探そう。ウイのことは私以外誰も覚えてないし、病院に行っても住所は教えてくれない。3人とも入院してたから外に友達もいないだろうし。はあ、ずいぶんとでっかいため息だな。あ、桃子さん。よっ、ため息ばっかついてると幸せを逃しちゃうぞ。ああ、そっか。いろはちゃんも収穫はなかったか。もっていうことは。まあ、私も同じってことさ。悪いね、役に立てなくて。そんな、探してくれるだけで嬉しいです。結果がついてきたら、素直に喜べるんだけどな。レナの方はどうだった？どうって言われても、桃子と違って友達いないし、そんなに話なんて聞けないわよ。そっか、そうだよね。そうだよねって、友達いないのバカにしてる？違うよ、簡単にわからないよねって。それならいいけど、本当はレナだって見つけてあげたいし。レナちゃん。ちょっとそんな顔しないでよ。別にあんたのためとかじゃなくて、っていうか、あんたのためなんだけど。ああ、もう！楓はどうだったの？私も、わからなかった。あ、でもね、すごい話を聞いたの。すごい話？それ本当？絶交ルールの噂を倒した後にね、いなくなってた子が帰ってきたんだって。ふーん。で、は？へい！それっておかしくない？魔女に捕まったのに、そんな戻ってくるとか。八千代さん曰く、あれは噂ってやつなんだろ？魔女じゃないなら、何があっても不思議じゃないさ。確かにそうかもしんないけど、どこで聞いたのよ、その話。ね、近所の子供たちが話してて。それも噂ってわけ？でも、何か新しい手がかりにならないかなって。ウイちゃんが噂に巻き込まれてたら、帰ってきてたりとかあるのかもしれないし、ダメ？噂か。神浜市で起きている現実になる噂、それを解決すれば巻き込まれちゃった人も戻ってくる。そんなことってありえるのかな。ありえないようなこと。そういえばウイがこんなこと言ってたな。二人がいればこの世界って何でもできるってことだよね。ネムちゃんが書いたお話、今回も面白かった。そうだね、ウイ。ほっこりしちゃったよね。二人に喜んでもらう。これ、僕にとって至極の共演。面白い？私にはわかんにゃいな。そう？
かな。だってありえないことばっか。非科学的だし現実的じゃないよ。それを基準に語ると膨大な作品が歴史から消える。非現実的なものであっても想像する余地があるからこそ、人は数多の作品で喜びを得ることができる。そもそも非現実的なことを受容せずに否定するのは、未知への探求を営む科学者が言うセリフじゃない。そうかもだけど、面白くないの？心入れ替えて灯火が熟読すれば、想像の価値が一変するはず。ふん、想像するだけの文学なんて人類の役に立たないようだ。人の想像や感覚に寄り添えない科学者が人の役に立てる？私は何もできないから難しいことはわからないけど、二人みたいな才能が揃うってとってもすごいことだと思う。当然。私すごいよね。うん。想像する小説家のネムちゃんと、想像を叶える科学者のトーカちゃん、なんか二人を見てるとね、この世界はたくさんの想像があって、その想像はいつも本当になってるんだって思う。それってあれだよね、二人がいればこの世界って何でもできるってことだよね。この世界は何でもできる。それなら噂だって本当に現実になってるのかも。その現実になった噂にウイが巻き込まれていても何もおかしくない。うん、決めた。うわ、びっくりした。決めたって何を？私これから噂を調べてみます。な、いろはちゃんが八千代さんみたいなことを。このまま同じように探しててもダメな気がして、それなら次は噂だって思ったんです。桃子さんたちは何か噂って知ってますか？おっと、私に聞いちゃう？悪いけど噂についてはそもそも信じてなかったからな。交差点で踊るおっさんの噂。いやでも場所まではちょっとわかんないんだよな。桃子ちゃん、それダンシングダディでしょ？あ、そうそう、それ。違うよ、それ噂じゃないよ。学校から届いてた不審者メールにあったやつだよ。え？あ、そうだっけ？なんか逆に見てみたいって印象に残ってたのかも。もう危ないよ。楓ちゃんは何か噂って知ってる？え？ううん、私も特に。レナも知らないからね。そっか、うん、どうやって噂を探そうかな。キュッ。ただ待っててもいつになるかわからないし、やっぱり自分から聞きに行かなきゃダメだよね。この世界は何でもできる。そうだよね、ウイ。魔法少女だって自分がなってなかったらそんなことありえないって思っちゃう。ウイがこうしてみんなの記憶から消えてることだって、でも本当に起きてる。不思議なことが起きてしまってる。それならきっとウイも、うん、ちょっと緊張するけど聞いてみよう、噂について。あのすみません、聞きたいことがあるんですけど。それで噂を調べ始めたのね。はい、そうなんです。今のところはどんな調子？何か噂は聞けたの？それがもうダメ
ダメで、声をかけるのも緊張しちゃうし、何もわかりませんでした。それは半端な気持ちだからじゃないかしら。あ、八千代さん。本当に真剣ならためらうことはないはずよ。半端な気持ちで首を突っ込むのはやめなさい。でも、ウイが関係してるかもしれないし。その事情は承知の上よ。だけどその調子じゃ一向に何もわからない。それに何かあれば噂に飲まれてしまうだけよ。まあまあまあ、いろはちゃんは悩んでるだけ。別に軽視してるわけじゃないわね、八千代さん。なんかすみません、心配させちゃったみたいで。別に心配しているわけじゃないわ。じゃあどうして止めたんですか？それに答える必要はないわね。え？それじゃあ御霊、今日も魔力の強化をお願いするわ。ええ、お代があれば大歓迎。奥で待ってるから、準備ができたら来てちょうだい。いろはちゃん、水なくまで足を伸ばしてみる？水なくですか？確かね、神社にまつわる噂があったはずなのよ。詳しくは覚えてないんだけど、調べてみたらどうかなって。はい、調べてみます。噂のことまだ何も知らないですし。もし行くなら水な女学園はどうかしら。そこなら何かわかるんですか？ううん、年が近い子の方が聞きやすいかなって。あ、そうかもしれませんでしょ。はい、ありがとうございます、御霊さん。水な女学園、この辺りのはずなんだけど、地図だと右かな。ぷい。ああ、こっちだね。あった、ここだ。いやー、歴史が古そうな校舎。確かに同い年ぐらいの人なら聞けそうな気がしたけど、これはこれで敷居が高いような。でもここで頑張らないとね。マッキュー。うん、ようやく一歩前進したんだから。神社の噂？聞いたことないです。そうですか。何それ、何それ、縁結びのスポットならむしろ教えてほしいぐらい。え、え、あ、なんか聞いたことあるかも。本当ですか？でも別に興味ないから全く覚えてないんだけどね。うん、誰も知らない。もしかしたら魔法少女に話を聞いた方が早いかな。八千代さんみたいに何か知ってる人がいるかも。でもどうすれば聞けるかな。お礼できるものもないし。魔法少女の誰か噂を教えて。教えてくれたらいいのに。いいよ。え、噂のことなら最強の魔法少女ユイツルノにお任せだ。誰？さて何が知りたいのかな。何でも教えちゃうよ。あの本当に教えてくれるんですか？噂はね、好奇心で調べたら危ないよ。特に噂と違うことをしたら絶対にダメだからね。あの、そのあたりはもう。噂を消そうとするのも絶対にダメだよ。だって変な化け物が出てくるから。出てきたらとっても大変だよ、とってもだよ。あのだから私そのあたりは知ってるんです。じゃあね、じゃあね。
止まらない。へえ、妹を探して噂を。そうなんです、たぬきういって名前なんですけど、知りませんか？いや、知らないな。じゃあ、ヒイラギネムっていう子と、サトミトウカっていう子は？おお、盛りだくさんだね。待ってね、ちょっと考える。あ、ヒイラギって！知ってますか？いや、知らないよ。だけど、いいこと思いついたよ。え？いいことですか？うん！口寄せ神社って噂知ってる？神社？わっ、すごい反応だね。あの、私も神社の噂を調べてたんです。名前も今聞いたぐらい、何も知らないんですけど。お？それは偶然のラッキーだね。知りたかったなら聞いて驚いた方がいいよ。驚く？うん。だってね、そこの神社に行くと会いたい人に会えるんだから。会いたい人？あの、それって目的にぴったりでしょ。すごいです。だからね、一緒に調べない？口寄せ神社。一緒にって、私もいいんですか？うん、私も探してるから。それならぜひ。あ、でも私、噂につながりそうな手がかりとか何もないですけど。私も同じようなもんだよ。だから一緒に頑張ろう。はい、よろしくお願いします、ゆいさん。なんで私の名前を。最強の魔法少女だから。自分で言ってましたよ。あ、そうだっけ。気づかなかったよ。私は玉木いろはって言います。よろしくお願いします、ゆいさん。ゆいさんは硬いな。え、じゃあ鶴野さん。鶴野ちゃん。はい、ゆい鶴野です。よろしく、いろはちゃん。いろはちゃん、頑張って噂を追ってるみたいよ。それに、口寄せ神社の話も、もう聞きつけちゃったみたい。いいの、八千代さん。止めたつもりだったんでしょ？こうなった以上は、仕方ないわ。どうするつもり？何がかしら？絶対にいろはちゃんに会っちゃうわよ。さあ、答える必要はないわね。うい、ちょっとだけ前に進めたよ。会いたい人に会える、口寄せ神社だってなんだかみんなに会えそうだよね。ういも、とうかちゃんも、ねむちゃんも。ソウルジェムに少し汚れが溜まってるけど、まだ全然大丈夫。よし、お姉ちゃん頑張るからね。というわけで、口寄せ神社はどこだ？よし、探そう作戦を始めます。はい、それでどうしましょうか？いろんな神社を回りますか？それは安心して、私がどんどん調べてみる。だから、いろはちゃんはこれを調べてみないかな。これ？うん、水中に古い話があってね、それを調べてみたらどうかなって。昔話と神社、何かありそうですね。でしょでしょ。それってどんな話なんですか？簡単に話すと、昔ね、身分の違う男女が恋をしてね、男の人の方が殺されちゃったんだって。それでね、ある日悲しんでた女の人が
男の人の字が書かれた紙を見つけてね。そこに書いてあった場所に行ってみたの。そしたら、なんと男の人に再会できたんだって。すごくざっくりしてましたけど、ちょっといい話みたいですね。うん、男の人は幽霊だけどね。怖い話だった。でも、会いたい人に会えてる。でしょ？でねでね、その二人が辿った道をなぞっていくとね、すっごい強いパワーを持った縁結びスポットに行けるんだよ。あ、それで。うん、調べてほしいなって。でも幽霊、スルノちゃんは行かないんですか？私、細かいこと考えるの得意じゃないから。どんどんいろんな神社を回る方が合ってると思うんだ。そっか。わかりました。じゃあ私はこの話を調べてみます。やった。あ、スタート地点は男の人の家らしいよ。わかりました。じゃあ連絡先交換ね。何かあったら連絡し合おう。はい。あ、連絡先の交換ってどうやるんですか？あら、知らないなんて珍しいね。私、こういうの苦手で、すぐにわからなくなるんです。そっか。それじゃあ私がやってあげるよ。ありがとうございます。スタート地点？ここがスタート地点？あ、説明が書いてある。あと、スタンプ台？つるのちゃん、ただの町おこしだよ。どうしようかな。むっきゃー。うん、ここでやめちゃダメ。何が噂につながるかなんてわからないもん。やってみよう、スタンプラリー。引き裂かれた二人の男女、会いたい人に会えた昔話、もしかしたら、口寄せ神社につながるかもしれないもんね。仰せを重ねた路地裏、スタンプ。追い詰められた南門、ここもスタンプ。切り捨てられた宮廷宅、って、水な女学園のことなんだ。あ、スタンプ。最後、男の人の手紙があった水菜大橋、このスタンプで、はあ、やっと揃った。これで口寄せ神社がわかるかも。場所は私の髪。ええー、これって二人で回るものだったの？そんな。あなた、何してるの？あ、八千代さん。実はスタンプラリーを回ってて。スタンプラリーって、妹を探すと言ってた割にはのんきなことをしてるのね、と言いたいところだけれど、まさか同じことをしてるなんて。同じことって、八千代さんも？ええ、これで最後のスタンプよ。で、どうすればいいのかしら。あの A と B。 あ、玉木さん、もしかしてあなたも？はい。実は、口寄せ神社のことを調べてて、それでヒントになるかなって、スタンプを集めてたんです。うん。
思ったよりちゃんと噂を調べてるのね。ただ、調べてるのは口寄せ神社だなんてね。神浜噂ファイルに載ってたりしますか？答える必要はないわ。うん。それ以前にあなたは、噂から手を引いた方がいい。前にも言ったけど、半端な気持ちで首を突っ込んで痛い目を見ても知らないわよ。でも、私が何を言っても調べるんでしょうね。はい。ウイを見つけるチャンスかもしれませんし。妹のことになると、本当に頑固なんだから。あの、八千代さんは？何？八千代さんは、どうしてイベントに参加したんですか？それも答える必要はないわね。これもですか。でも、最後まで調べるつもりなんですよね。ええ。そのつもりよ。それなら私 A なんです。何を急にって、そういうこと。私は何の因果か B よ。それじゃあ、はあ、仕方ないわね。重ねてみましょうか。あ、なるほど。なんてことないスポットだわ。わかるんですか？ええ、ついてきて。仕方ないし案内してあげるわ。はい。ん？ちょっと玉木さん、何か落としたわよ。え？このノート、あなたのでしょ？これは。何を慌ててるの？慌ててまへん。ただの宿題ですから。そう。ここがゴール。すごく大きい神社ですね。内苑と外苑に分かれてるぐらい立派な神社よ。八千代さん、もしかしてこの神社が口寄せ神社だったり。そうだとよかったわね。違うんですか？私が調べた限りだと違うわね。何も起きなかったもの。それに、もともとは縁結びとは関係がない神社だから。でも、スタンプラリーの話は本当かもしれませんよね。それなら、神様じゃなくて民話が影響してるのかもね。ただ、何も起きないけれど。本当ですか？ええ、本当よ。ようこそ、お参りくださいました。スタンプラリーのゴールって、こちらでしょうか？あ、スタンプラリーに参加してくださった方ですね。はい。このスタンプの用紙、こちらで回収していただけますか？はい、大丈夫ですよ。確かに、頂戴いたしました。では最後に。最後に？何ですか？こちらの神社の中で、お互いの思いを伝えてください。今回の景品として、縁結びのお守りを差し上げます。なんて恥ずかしい。八千代さんへの思いって。行きましょう、玉木さん。八千代さんって何考えてるかわからないです。え、言うの？え？あなた素直すぎるわよ。ごめんなさい。もういいわ。何でも言いたいこと言って。何でもって言われると、よくわからないけど、いい人だなって思ってます。そう。ちなみに私はあなたのこと、こう思ってるわ。怖くなるぐらいまっすぐだって。え？それってどういう意味？さて、どういう意味かしらね。はぁ、なんだか疲れたわ。さ、玉木さんも早く帰った方がいいわよ。ちょっと待ってください。さっきから何を書いてるの？それって、さっきの宿題のノート？いや、見ないでください。自分の顔を隠してどうするの？丸見えよ。は
神浜不思議ノートってあなたまさか。はい、真似しちゃいました。さっき落としたの宿題じゃなかったのね。ごめんなさい。いいわ、別に真似したって気にしないわよ。ほどほどに頑張って。ありがとうございます。それじゃあ私は失礼するわ。はい、今日はありがとうございました。こちらも助かったわ。景品で縁結びのお守りももらえたんだから、会えるといいわね、妹さん。え？いえ、なんでもないわ。八千代さんって、よくわからないな。私を追い出そうとしたり、を狙ったり、だけど絶好ルールの時は、一緒に助けてくれたり。この町に無駄な死体を増やしたくない、それだけよ。噂には気をつけなさい、忠告はしたわよ。半端な気持ちで首を突っ込むのはやめなさい。不愛想でちょっと邪魔されてるように感じるけど、それが八千代さんなりの優しさなんだよね。それなら前に魔女を倒した時みたいに噂探しも大丈夫だって認めてくれたら嬉しいな。どうだったいろはちゃん、当たりだった？ハズレだった？ハズレでした。最後は神社に着いたので、もしかしたらって思ったのに。およ、何神社？水菜神社です。私も最初に行ったけどハズレだったよ。他の神社はどうでした？それもさっぱりだった。一つの区の中でも神社って多いんだね。走っても走っても小さい場所から大きい場所まで、地図の中には神社がいっぱいだよ。どれぐらい回れたのかな。まだまだありそうな気がする。じゃあ私も明日はそっちを手伝いますね。うん、そうだね、そうしよう、頑張ろう。はい。なんか元気ない？ちょっとだけ疲れちゃったみたいです。電車に乗って水菜区から新生区へ、2つの町を結ぶ水菜大橋を眺めながら、ライトアップされたお城が目立つ水菜区の町並みに視線を移す。あれ？ビルの上に神社、あんなところにもあるんだ。いろはちゃーん。つるのちゃん、こんにちは。うん、今日も元気いっぱいで頑張ろうね。なんたって今日は二人だから、二人ってことは二人三脚だよ。これはもう見つかるかもしれないね。ふんふん。あのね、つるのちゃん、今日も別行動でいいですか？お？あの、昨日電車に乗ってたらビルの上に神社があって。ビル？おりょりょ、スマホの地図にはなかったけど、どのあたりかわかる？多分この辺り。水菜ホテル3番館、建物の名前しかないね。でも確かにあったと思うんです。うん、全然気づかなかったよ。だから私はそっちを見てみようと思うんですけど、どうですか？うん、気づけなかったことに気づけたのはいいことだよ。花丸あげちゃう。あ、はい、それで。いいよ。じゃあ今日も別行動で、何かあったら連絡しようね。はい。あ、そういえば私わからないことがあって。何でも聞いて。スマホって無料で電話ができるって聞いたんですけど、どこからつるのちゃんに電話すれば無料になるのか、私
全然わからなくて。およよ、それはね、まずアプリをね、落とさないと。電車から見えてたビルってここかな。ミスナホテル3番館。潰れちゃったのかな。あ、ソウルジェムが反応してる。この反応、いつもよりすごく強い。噂を調べに来たけど、まさか魔女がいるなんて。ちょっと強そうだけど、悪さする前に倒さないと。一人で大丈夫かな。まっきゅん、これだけの魔女、八千代さんがいればいいけど。でも連絡先なんて知らない。見つけた私がちゃんと倒さないとね。魔力の反応は、見つけた、ここだ。よし、行こう。当たって。やっぱりスカイマを倒すので手一杯。しまっ、はあ、ここが口寄せ神社かもしれないのに。でも逃げるしかないかも。あれ、つくづく学習しないわね。結界に入る前から強敵だってわかるでしょ。え、八千代さん、自分の命は粗末に扱うものじゃないわ。出会った時みたいに私に追い出されるわよ。粗末になんてしてません。それに八千代さんの前では死んだりしませんから。無駄な死体だって言われちゃいますし。え、八千代さん。あ、ええ、何でもないわ。それであなたはどうしてここに来たの。口寄せ神社を調べてて。まさかまた。やめませんよ、探すの。どうしてもやめるつもりはないのね。はい。強情なんだから。八千代さんはどうしてここに来たんですか。やっぱり答える必要はないですか。そうね、答える必要はないわ。なんか私ばっかり答えてる。答えなきゃいいのに。驚いたわ。本当に他の使い魔より強いわね。私も甘く見ていたわ。やっぱり強いですよね。ええ、玉木さんが苦戦する理由もわからなくもないって感じね。むしろあなたは成長したと思うわ。ちゃんと私についてくるんだから。ありがとうございます。この分なら無理に止めなくても良さそうね。噂を調べることをね。どうして急に。あなたは妹のことになると頑固だし、何を言っても止まらないからよ。うん、でも合格ってことですよね。上浜市に来ることを許してもらった時みたいに。そういうことになるのかしらね。これで八千代さんと同じように口寄せ神社を調べられる。え、なぜ私も調べていることになったの。え、だって昨日も今日もあったので。違いますか。それに答える必要はないわ。ほら、気を引き締めなさい。最深部に進むわよ。え、あ、はい。強い魔力を感じるわね。はい、あの使い魔の親ですし、さすがって感じです。玉木さん、ここは別れて戦うより互いに背中を守った方がいいわ。じゃあ八千代さんの背中は私が。ええ、任せたわ。
はい。八千代さん、待ってください。人が倒れてます。え、どうしましょう。このままにしておくとあの人が危ない。あー、でも助けてるうちに魔女が逃げちゃうかもしれないし。落ち着きなさい。そうね、こういう時はあの人を助けませんか。人命優先よ。よかった、同じですね。そうね。とりあえずこの辺りに寝かせておけば大丈夫ですかね。ええ、じきに目を覚ますでしょう。今は時間が惜しいわ。はい、今はとりあえず魔女を追いましょう。魔女を追うわよ。また同じですね。そうね。で、あなた屋上の神社は調べなくていいの？それより魔女を放っておけませんから。そう、あなたがそれでいいなら構わないわ。魔女を追いましょう。ここまで離れると魔力も感じられないわね。八千代さん、ここは私に任せてください。任せてって？こっちです。どうしてわかるの？さっき魔力を貯めた矢を魔女に打ち込んだんです。自分の魔力なら一番よくわかるし、ここからでも感じ取れます。やるわね。ありがとうございます。ありました、魔女の結界。魔女の魔力パターンも同じ。間違いないわね。それにしてもどうしてショッピングモールなんて。なんかいつもより人が多いですよね。人が多い？あ、そういうこと。八千代さん、玉木さん、私気づいてしまったわ。気づいたって、そんな深刻な状況なんですか？ええ、そうよ。今日はね、今日はポイント10倍デーの日なのよ。ポイント10倍デー？ピンときてない？そのあたりはまだおこちゃまね。今日はね、買い物をすれば何でもポイント10倍、土日のお客様感謝祭を超える大祭典よ。それって本も文房具もですか？そう、本も文房具もよ。お菓子も？もちろんお菓子も。ここにあるものすべてがポイント10倍よ。って、そうじゃないのよ。ポイント10倍の素晴らしさを説明したいわけじゃないわ。魔女の狙いが分かったの。え？魔女の狙い？魔女もポイント10倍を狙ってきたのよ。ポイント10倍を？あ、みんなが集まるから。ええ、人が集まっているのを感じてここに来たのかもしれないわ。このままじゃみんなが危ない。呪いをまき散らす前に倒しましょう。あまり余裕を与えたくないわ。確実に仕留めるわよ。それじゃあ同時に。ええ、私が確実に致命傷を与える。玉木さんはダメ押しで魔女の息の根を止めて。わかりました。倒せた。お疲れ様。今回の戦利品はあなたにあげるわ。これグリーフシード。え、あの、いいんですか？自分のソウルジェムを見てみなさい。あ、結構汚れが。ソウルジェムに汚れが溜まりきると大変なことになるわ。
今のうちにグリーフシードで浄化した方がいいわよ。でも、あなたが起点を聞かせたから魔女を見つけることができたの。もらえるだけの権利も理由も十分あるわ。ほら、遠慮しないで。それじゃあ、お言葉に甘えてありがとうございます。気をつけることね。噂はグリーフシードを落とさないんだから。噂ばかり調べていると後で痛い目を見るわよ。使わないの？まだ少し大丈夫そうなので取っておきます。今使っちゃうのはもったいない気がして。そう。それじゃあ私戻ります。さっきの神社まだ調べてませんから。ええ、遅くなる前に行くといいわ。はい。ただいまより30分間のタイムセールを行います。待って、玉木さん。え？手伝ってちょうだい。手伝うって何をですか？今日はお惣菜が安いのよ。ここのコロッケとても人気だから、玉木さんもお願い。それにポイント10倍とタイムセール、このチャンスは、あれ、八千代さん、どうしたんですか？行かなくていいんですか、コロッケ。タイムセール、限定された時間。そうだわ、口寄せ神社。口寄せ神社って、八千代さん、やっぱり調べてたんですね。玉木さん、あなたにも教えるわ、口寄せ神社がどこなのか。え、いいんですか？私が噂を調べるの反対だったんじゃ。魔女と戦う中であなたの実力は知れたし、真剣に噂を調べていることも分かったわ。それに知りたいでしょ、会いたい人に会えるんだから。はい、はい。それでどこなんですか？水菜神社よ。あれ、この間は違うって。そう思っていたけど、一つだけ見落としていたわ。見落とし？参拝する時間よ。昨日の町おこしイベント、あの話に出てくる男は幽霊として女と再会したでしょ。はい。玉木さんは幽霊っていつ出てくると思う？夜だと思います。そう、だからね、きっと夜が条件なのよ、会いたい人に会うには。だけど水菜神社は夜になると参拝時間が終わって閉じてしまう。だから今まで気づくこともなかったし、昼や夕方に参拝しても何も起きなかった。それじゃあ夜にお参りすれば会えるかもしれないわね。昔話が本当にこの水菜区に伝わっている民話で、女性が水菜神社の神様のおかげで男性の霊と再会したのなら、イベントの内容もうなずけるし、噂の起因になっても変じゃないわ。それなら行かないと。明日にしましょう。私は明日にするから、その時一緒に来ればいいわ。え、私も一緒でもいいんですか？答える必要は。今回はね、人数がいた方がいいの。さっき言った通り、あなたの実力は認めてるわ。どう？一緒に行く気はある？あります。行きます。行かせてください。それじゃあ、駅で待ち合わせましょう。私は夕方まで講義があるから、18時半ぐらいになると思うわ。もしも門限があるなら、先にご両親に伝えておいてね。はい、わかりました。連れて行きたい人がいるんですけど。連れて行きたい人？最強の魔法少女なんです、自称ですけど。もしかして
その子も口寄せ神社を調べてるの？はい、一緒に調べてます。はあ、なるほどね。わかったわ、連れてきなさい。やった、ありがとうございます。八千代さんの前では死んだりしませんから。やあね、やっちゃんがいるのに置いてったりしないですよ。死んだとしてもそんな姿は絶対に見せませんから。ずっとドキドキしてる。口寄せ神社、本当にウイに会えるかも。トウカちゃんとネムちゃんにも。え？それで八千代さんと一緒に噂を調べることになったの？はい、そうなんです。八千代さんも口寄せ神社を調べてて、それで一緒にって。なんだか認めてもらえて嬉しい気持ちと、ウイが見つかるかもしれないっていうドキドキで、昨日はあんまり眠れませんでした。ほんと驚いちゃった。八千代さんが誰かを誘うなんて思わなかったわ。それは私もびっくりしてます。とりあえずいろはちゃん。はい。あまり噂を信用しすぎないようにね。心のどこかで疑う気持ちも忘れない方がいいわよ。はい、気をつけます。挑戦屋さん、こんにちは。はい、こんにちは。あ、いろはちゃんいた。口寄せ神社見つかったんだね。やったね、絶好調だね。私は何もしてないんです。本当に偶然わかっただけで。よし、待ち合わせまでに準備運動しないとね。え、ほら、いろはちゃん行こう。ちょっと待って、つるのちゃん。私は別に。よーい、ドーン。いろはちゃんだけじゃなくて、つるのまで連れて行くだなんて。八千代さんたら、どんな心境の変化かしら。どうせこうなるなら、最初から教えてあげればよかった。口寄せ神社の噂。じゃあ戻ってこないな。いつまで準備運動してるんだろう。お待たせ、玉木さん。八千代さん、今日はよろしくお願いします。ええ、よろしく。私も早く着きすぎたと思ったけど、あなたも早くから待ってたのね。ウイのことを考えるといろいろと緊張しちゃって。玉木さん、噂を信用しすぎちゃいけないわ。三玉さんにも言われました。どういう形で噂が現実になるのかはわからない。今回だって会いたい人がどう現れるかは不明よ。だから常に気は引き締めて。あ、はい。で、鶴乃も来るのよね。あれ、鶴乃ちゃんのこと話したっけ。あー、来たわね、この頭に響く不快な声。思った通りね。だちょっと鶴の、飛びつかないで。暑苦しいし、周りの目を考えて。もしかしていろはちゃんが約束してたのって八千代？まさか二人が知り合いだなんて思わなかったよ。やったね、嬉しいね、また一緒に戦えるなんてね。ふんふん。私はそうでもないわ。なんで？玉木さん、すみません、鶴乃ちゃんと知り合いだなんて知らなくて。いえ、話を聞いた時から察しはついてたわ。知り合いじゃないよ、私たちは同じチームだから。あ、そうなんですか。過去よ、過去の話。ふん、それじゃあ鶴乃も連れて行きましょうか。行こう行こう。このひっつき虫はね、
一度ひっつくと離れないし、それに今回は人数がいる方がいいから、ちょどつ盲信なところを除けば鶴野の実力も確かだしね。さすが自称最強ですね。えっへん。それで玉木さん。はい。鶴野を剥がしてもらっていい？さっきから重くって。この間と違って夜に来るとちょっと怖いですね。参拝時間が終わると照明も落ちるから、こうした静寂に包まれた神社もなかなかおつじゃない。ただああいうのがいると台無しになっちゃうけど。夜の神社って初めて。暗い中で木に囲まれてるとなんだか都会じゃないみたい。あ、こういうところってお化けとかも出てくるのかな。この神社の話にあった男の人とか出てくるかも。もう変なこと言わないで鶴野ちゃん。ほら鶴野、暗い中で動き回ると危ないわよ。大丈夫だよ、ただの砂利道だ。あやっ、いったい。行ったそばから。大丈夫鶴野ちゃん。うん、泥ついた。うん、後で洗いましょう。あ、内縁の門、本当に夜は閉まってるんだね。切り替えが早い。ええ、だから私も気づけなかったのよ。そういえばお参りできませんね。でもお参りするしかないでしょ。え、それってもしかして。察しがよくて助かるわ。これから内縁に侵入するのよ。やっぱり。そんなことしたら怒られちゃいますよ。じゃあ私と鶴野で行ってくるわ。鶴野は行くでしょ。もちろん。玉木さんは？妹さんのこと本当にいいの？せっかく誘ったのに残念だわ。行きます。決まりね。神様、どうか神主さんに見つかりませんように。あれ、何か矛盾してるような。本当に入っちゃった。魔法少女なら軽く入れちゃうね。次はどうしようか。何をすればいいのかな。し、鶴野はもう少し静かにして。はい。それじゃあ噂の内容を伝えておくわ。そこに会いたい人に会う方法も含まれているから。わかりました。頭を切って、口寄せ神社のその噂。家族、恋人、赤の他人、心の底から会いたい。こちらの神様にお任せを。絵馬にその人の名前を書いて、行儀よくちゃんとお参りすれば、会いたい人に会わせてくれる。だけど、だけどもご用事。幸せすぎて帰れない。水中の人の間ではもっぱらの噂。という内容よ。だから会いたい人に会うにはね、神社の絵馬を使う必要があるわ。そしてウイに会えたら連れて戻ればいいんですね。無理やり手を引いてでも。そうね、それぐらいの気持ちで挑みましょう。あなたも私も。あ、私絵馬を持ってないです。私が用意しているわ。さすがに手ぶらじゃ来ないわよ。ありがとうございます。それじゃあ行きましょうか。え、あ、八千代。ん、どうしたの。何その手。私の絵馬は。ないわよ。もともと私と玉木さんの二人で入るはずだったもの。用意できるはずないじゃない。そんな顔してもないものはないの。そもそも本当に必要なの。え、いらないでしょ。
八千代と私が探してるのって同じ人だから、別に私は行かなくていいや。だからこの唯鶴のお祈りする二人の盾になるよ。急に敵の噂が出てきたら危ないもんね。まったく、すぐ突っ走るんだから。頭の回転が速いのは結構だけど、脇道にそれないようにしなさい。頭の回転が速い？これでも私、学年の中では最強だから。最強？成績が一番いいってことよ。玉木さん、会いたい人の名前は書けた？玉木うい、里見どうか、ひらぎねむ。全部はダメですよね。欲張って失敗しても知らないわよ。エマに予備もないんだから。それなら玉木ういって書きます。それじゃあ拝みましょうか。はい。まだ噂を調べ始めたばかりだけど、口寄せ神社っていうチャンスをつかむことができた。ういを見つけたら言おう、お姉ちゃんと一緒に帰ろうって。今度こそ一緒に学校に通おうって。噂が現れてもういのことは必ず守る。掴んだ手は離さないで戻ってくる。だから神様、ういに会わせてください。よし、噂め、来るなら来い。もしもういちゃんたちを連れて帰るのを邪魔するなら、最強の私がコテンパンにするからね。ちょっと鶴の刺激するようなこと言わないで。これ絶好ルールの時と同じ。余計なこと言うから噂が出てきたじゃない。ほんと、いつもトラブルを引き起こすんだから。私のせいかな？それ以外考えられないわよ。ほら、最強のつるのちゃん、盾になるなら早速出番よ。はい。背中は私に任せて会いに行ってきて。かっこつけてるけど、あの子が撒いた種なのよね。ちょっと、盾になるんじゃないの？ほら、ちゃんとしないと自称最強の名前に傷がつくわよ。うえへへ、頑張る。急ぐわよ、玉木さん。噂が来る前に全て終わらせましょう。はい、エマを持って。そしてこのまま、お願いします、妹に会わせてください。私の妹、玉木ういに会わせてください。お願いします、神様。あれ、夕方、八千代さんがいない。ここって噂の中？私の願い届いたのかな？それならどこかにういがいるかもしれない。みんな幸せそうに眠ってる。会いたい人に会えたから、噂通りならこの人たちが幸せで帰れない人？私もこうなっちゃうのかな？ういに会えたら
うい、どこだろう。で、今何か声が来て。この声ってお姉ちゃん、ういの声だ。うい、うい、うい、どこ？ぷい。あ、ういなの？やっぱりういなの。うい、お姉ちゃんだよ。なんで黙ってるの？ほら、一緒に家に帰ろうよ。この噂から出れば今度こそ一緒に学校に行ける。お父さんとお母さんとまた4人で一緒に暮らせるよ。だから帰ろう。お姉ちゃん、またういにハンバーグだって作るから。ほら、手を取って、今なら一緒に出られる。どうして黙ってるの？来て。え？運命を変えたいなら神浜市に来て。この町で魔法少女は救われるから。魔法少女？運命？何言ってるの？ウイ、どうしてウイが魔法少女のことを知ってるの？運命を変えたいなら神浜市に来て。この町で魔法少女は救われるから。魔法少女浜市に運命変える。浜市に来て。運命変える。神浜市に来て。魔法少女来て。浜市に来て。魔法少女。魔法神浜市に来て。魔法少女変える。あなた、何？ウイじゃないの？ねえ、答えて！何だったの？見た目はウイだった。だけど、ウイじゃない。それなら、あの子は何？ウイ。落ち着こう。とりあえず今は、八千代さんを見つけないと。あなた、本当に美冬？悲しいことを言いますね。簡単に信用しろっていう方が無理がある話だと思うわ。それなら、どうすれば信じてくれます？そうね、質問に答えてもらうわ。じゃあ、最後に聞くわ。私と毎年新年に書いていたのは？そうですね。私たち魔法少女はいつも危険と隣り合わせだから、お互いに何かあった時のためしてほしいことを手紙にまとめてましたよね。違いますか？あなた本当に？まあ、そんなに疑わなくてもいいと思いますけど。本当に美冬なのよね？やっちゃんが願ったことも、仲間のマグカップを大切に残していることも、何でも知ってますよ。マグカップ？そうね、それはあなたしか知らない。ごめんなさい、疑ったりして。構いませんよ、全然気にしてませんから。ごめんなさい。まさか本当に会えるだなんて思ってなかったから。何度も言いましたよね。やっちゃんがいるのに死ねません。死ぬとしても、やっちゃんにそんな姿は見せないって。そうね。そうだったわ。それじゃあ、一緒に帰りましょう。美冬、こんな結界から出て、私たちが本来いるべき場所に。どうしたの？ごめんなさい、やっちゃん。私、戻ることはできません。どうして？こっちの世界に体が馴染みすぎてしまったから。でも、
やっちゃんがいてくれるなら大丈夫です。ずっと一緒にいられます。ダメよ。私はそっちには行けない。みふゆ、一緒にこの結界から出ましょう。お願い。こっちにいて。私たち、ずっと一緒だって約束したじゃないですか。そう。そうだったわね。そう。だから、こっちに来て。やめて。私は。やっちゃん。八千代さん、いた！様子がおかしい。もしかして何か。八千代さん、しっかりして！あっ！どいてよ！こんな時に噂が。噂通りに、私が眠らなかったから、それとも、八千代さんを止めようとしているから。八千代さん、しっかりして！行かないでください！やっちゃん、早く！来てくれないと、私、恨みますよ。え？八千代さん！玉木さん、大丈夫よ。私は行かないわ。人に忠告しておいて、ひどい姿よね。そんな、大丈夫ですよ。無事でほっとしました。あれは美冬じゃない。美冬は間違っても、私に恨むなんて言わない。あら、上げ足を取らないでくださいよ。ほら、早く来てください、やっちゃん。そうやって私を誘おうとして。早くしないと、私消えちゃいます。私は、あなたが美冬だなんて認めない。あらあら。じゃあどうすれば認めてくれるんですか？玉木さんを倒しなさい。そうすれば認めるわ。ん？え？この子にやられる程度なら、私の知る美冬じゃないわ。ちょっと、八千代さん！ごめんなさい。玉木さん、まさかあなたに甘えることになるだなんて。お願い、この偽物を倒して。今の私じゃうまく動けそうにないから。私は分かりました。あら、本当にやる気ですか？はい。これ以上八千代さんを惑わさないでください。あらあら、むしろ惑わしてるのはあなたの方ですよね。違います。私は。あなたは何です？やっちゃんの何ですか？私はやっちゃんの親友。お互いを捨てられない幼なじみ。あなたが間に割って入る隙間なんてないんですよ。捜索は振り出しね。え？玉木さん、あなた。ソウルジェムに汚れが溜まっていたので。溜まっていたって、それはあなたも同じなのに。私よりも八千代さんの方がひどかったから。そんな、どうして私なんかに。お人よしが過ぎるわよ。あの、ごめんなさい。いえ、私が最低だったわ。ここは素直にお礼を言うべきよね。ありがとう。いえ、いいですよ、そんな。それに、嫌な役割まで押し付けてしまった。あの、今の人が八千代さんの会いたい人なんですか？そう。あの子はね、私にとって大切な幼馴染なの。だから私も調べていた。口寄せ神社を。同じだったんだ。
私も八千代さんも大切な人を探している。戻ってきましたね。ええ、結局噂に踊らされただけね。私に至っては偽物に惑わされてしまった。だからかしら、ずっと黄昏時だったのは。どういうことですか？黄昏って誰かわからないものに問いかけるってことよ。ああ、二人とも遅かったね。鶴乃ちゃん、大丈夫だった？うん、言ったでしょ、二人の盾になるんだって。最強の私の手にかかれば噂も一発で倒しちゃうよ。ねえねえ、それで二人ともどうだった？八千代は美冬に会えたの？会えたけど偽物だったわ。お？偽物？私も偽物というか、よくわかりませんでした。なんか今回の噂って人の弱みにつけ込んだ嫌な噂でしたね。そうなんだ。それじゃあ帰ってからもう一度噂を調べよう。私もまだ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 美冬のこと調べるから。これは私のことだから、鶴乃は好きにしていればいいわ。私だって美冬に会いたいよ。それに同じチームだし。だからそれは過去の話だって言ってるでしょ。それにまだ終わってないですよね。前みたいに噂は消せてないですし。私は会いたかった人を否定した上、眠りもせずに戻ってきた。これは噂からすると無視できない状況のはずよ。来たわね。これが噂を現実にしている大元の噂ってわけね。そうみたいですね。今測ったとか聞こえたような気がするけど、それがこの噂の言葉ならそっくりそのまま返さないとね。はい、会いたい気持ちを利用するなんて男子に値するわ。じゃあ一番やりもーらった。え、今の流れ私たちだと思うんですけど。鶴乃らしいわ。八千代さん、矢が弾かれる。私の攻撃もまるで通じないわ。あれかな、魔力を弾くコーティングでもしてるのかな。油まみれの厨房みたいな。またそんな適当なこと言って。なわけないでしょ。いえ、噂は噂、魔女と関係ないなら。やっぱりありえるってことだよね。ええ、だからといって解決策はわからないけど。何か考えるきっかけってないですかね。馬、カエル、口寄せ、神様。お？鶴乃ちゃん？神様って願いを叶えてくれるでしょ。で、魔法少女って願いを叶えて生まれたでしょ。どっちも奇跡に関係してるから魔力の質が似てるのかなって。もしもそうだったら魔法とか効かなそうじゃない。百歩譲ってそうだとしてどうすればいいのよ。物理攻撃、木を引っこ抜いて殴るとか。他に呪いや汚れの力？そんな力私たちにないよ。鶴乃ちゃん、私たちもしかして今絶対絶命かもね。それに正しいかどうかもわからないし。敵が強い理由はどうであれ笑えない状況なのは確かみたい。呪いや汚れの力、
ちょっとかすっちゃいました。まだ大丈夫です。でも明らかに動きが鈍いわ。釣るのはまだいける。時間をかけると魔力が尽きちゃうかも。さすがに攻撃が通じないんじゃ自称最強も肩なしってわけね。なすすべがないわ。八千代さん、悔しいけど逃げるしかないと思います。ええ、そのようね。釣るの、引くわよ。アイアイさん、戦略的撤退だ。よーい、ドーン。ちょっと、先に行かないの。少しは連携を考えて。もう行きましょう、八千代さん。あれ、急に体から力が抜けちゃって。あなた、そのソウルジェム。ソウルジェム？あれ、すごい汚れが溜まってる。もう少し大丈夫って思ってたんですけど、ウイに会えなかったの、ショックだったのかな。そんな状態でどうして私にグリーフシードを。大丈夫ですよ、八千代さん。ちょっと動きづらいだけですから。動かないで、私があなたをおぶっていくわ。ごめんなさい、迷惑かけちゃって。言ったわよね、私の前で死ぬ気はないって。それは忘れないで。なんてタイミングかしら。ごめんなさい、玉木さん。少しだけ乱暴に動くわよ。はい。避けられない。エンセンジャンプ！ごめんごめん、勢い余って先に行っちゃったよ。噂の動きが止まった隙に早く逃げちゃおう。助かったわ、ツルノ。さすが最強の魔法少女ね。あんな大技を使って大丈夫なの？え？もう大技は使えないね。明るく言っちゃって。八千代さん、お願い、少しだけ耐えて。力が入らなくなってきました。でもまだ大丈夫です。苦しいかもしれないけど、あと少し耐えて。あの噂、このまま逃げてくれないかな。噂は噂を現実にする存在よ。噂の内容から外れるなら全力で私たちを排除しに来るわ。ありゃりゃ、三人揃ってやられちゃう？不吉なこと言わないで。まだこうして逃げるという手段は残されてるわ。それに小物を倒すぐらいの余裕ならまだ残ってる。消耗してるはずなのに、すごいわね。ねえ、玉木さん。玉木さん。いけない！玉木さん！八千代さんの走る息遣いが聞こえてくる。八千代さんの体温が背中から伝わってくる危険な状況なのに、なんだかほっとしてる。だけど、
胸の奥がどんどん冷たくなってる。凍りつくように、少しずつ少しずつ、なんだか意識が吸い込まれていって、胸の奥にストンと落ちて消えてしまいそう。私が飲まれてく何かに。玉木さん、意識をしっかり保って。八千代さん、私どうなっちゃうの？どうにもならないから大丈夫よ。だから意識だけは保って、外に出たら早く御霊のところに行きましょう。どれぐらい吹っかけられるかわからないけれど、グリーフシード売ってくれるかもしれない。はい。あの、私後で八千代さんと話したいことが。そう、それなら一層耐えないといけないわね。噂が動き出した。そんな、もう追いついてくる。八千代、出口見つけたよ。こっちこっち、早く早く。つるの、よくやったわ。どきなさい。問題じゃないわよ。さあ、かかってこい。玉木さん、このままじゃソウルジェムが汚れきる。意識が吸い込まれていく。深く深く、暗くて黒くて、まがまがしくて、うつうつとした自分の闇の底に。声がちょっとだけ聞こえる。だけど何を言ってるのかもうわからないや。私の代わりに倒してくれた？
消えちゃった。たまきさん、大丈夫？あなた、そのソウルジェム。え？あれ？汚れが消えてる。はっ！わかった！今のは、汚れを使った技なんだね！すごいね、イロハちゃん！魔法少女の新しい技を発明だ！そうなのかな？すみません。全然自覚がなくって。私も初めて見たけど、何だったのかしら。とりあえず、調整屋に行きましょうか。悪いけど、行かせるわけにはいかないわ。あなたは？私は巴真美、御嶽原の魔法少女よ。あなたたち、魔女と一緒にいて、よく平気でいられるわね。妙な結界があると思って入ったら、思いがけない収穫だったわ。笑顔で随分と敵意をむき出しにしてくるわね。ええ、そうね。ただそれは、そこの魔女さんにだけよ。私ですか？しらじらしいわよ。まさか、人に紛れている魔女がいるなんて思わなかったわ。何を勘違いしているの？ここにいるのは、全員あなたと同じ魔法少女よ。だけど、その子は違うわ。お会いにくさまだけど、この目で見ちゃったのよね。本当の姿を。この、好き勝手言って、イロハちゃんは何もしてないでしょ！最強で優しい魔法少女、ユイツルノも怒ったーよ。魔力が減って力が出ない。ほんと、一難去ってまた一難。魔法少女を相手に、これ以上消耗したくないわね。八千代さん、私が行きます。ダメよ、玉木さん。三人を前にしてあの余裕。きっとただものじゃないはずよ。でも、あの人が狙ってるのは私だけです。それに、今は私が一番魔力が残ってますから。気の利いたことも言えるのね。人を巻き込まなかったのは評価してあげるわ。だけど、後悔しても遅いわよ。リボンが銃になった。この人、すごく魔力の扱いに慣れてる。いつまで正体を隠しているつもり？いい加減、本性を表しなさい！あれ？なんともない？ったく、神浜の猛者が、ガン首揃えてどういうことだ？傍観者を決め込むなんて、泣けてくるよ、私は。桃子さん！よ、イロハちゃん。どうしてここに？ちょいと、三人のお手伝いに来ただけさ。そしたら、このざまだからね。今週のびっくりドッキリナンバーワンだ。で、そこの二人はなんで突っ立ってるんだ？って、よく見りゃ、なんでボロボロなんだよ！すでに戦ってきたからよ。私も、魔力がもうカラカラだよ。おいおい、まさか、お前が！え？ちょっと待って！それは誤解だわ。と言われても、この現場を見た以上はさ、こちとら、はいそうですかって納得できないんだよな。さすがに引いた方が良さそうね。事情はよくわからないけどさ、消えるなら、さっさと消えてくれ。10秒だけ我慢してやる。覚えておいて。私は、あなたたちの敵じゃないわ。私の敵は、ここにいるただ一人、人に化けた魔女だけよ。それじゃあ失礼するわ。また会いましょう。今の彼女、御嶽原の魔法少女って言ってたわよね。そんな遠くの町の魔法少女が、
どうして神浜氏に勘違いしたままだから、今後も気をつけた方が良さそうね。はい。よし、それじゃあソウルジェムを浄化してから噂の調査に行くとするか。それもう終わったよ。な、嘘だろ。さすがタイミングの悪さは一級品ね。そんな、とてもタイミング良かったですよ。桃子さん、助けてくれてありがとうございます。ああ、うん、どういたしまして。ただ、やることもないみたいだし、私は帰るわ。いろはちゃんも、あんまり遅くなりすぎるなよ。え？あ、こんな時間。玉木さんは帰っちゃダメよ。これからうちにいらっしゃい。え？私に話したいことがあるんでしょ？背負ってた時に言ってたじゃないの。でも、お母さんに怒られる。大丈夫よ。私が説明するから。はい。スマホ貸して。まさか、お母さんが許してくれるなんて。八千代さん、言いくるめるの上手なんだな。はい、緑茶でよかったかしら。ありがとうございます。どうしたの？そわそわしちゃって。いえ、なんだか広いお家だなって。もともと祖母が下宿屋をしてたから、一人だと持て余す広さよね。へえ。で、玉木さん、早速だけど。はい。私に話したいことって何かしら。これから私と一緒に噂を調べてくれませんか？ダメですか？答える必要ないですか？いえ、答える必要はあるわ。実はこの家に呼んだのは私にも理由があるからよ。え？この家を拠点にして一緒に活動できたらと思ってね。場所をちゃんと教えておこうと思ったの。それって、一緒に噂を調べる話。答えははいよ。玉木さん、これから一緒に神浜市の噂を追いましょう。八千代さん。今回のような噂が相手だと一人じゃ対処しきれないから。それじゃあ私たちこれから仲間なんですね。仲間じゃないわ。え、それってどういうことですか？同じチームでもただの協力関係。これからあなたは私の助手よ。それでよければ協力しましょう。はい、それでも構いません。協力させてください。二人ならきっと見つかりますよ。そうかもしれないわね。では改めて助手の玉木さん。はい。これから一緒に噂を調べましょう。そしてまとめましょう。この神浜噂ファイルに、無数に散らばる噂の果てに、私たちが求める人がいるから。はい、八千代さん。見つけましょう。ういを、みふゆさんを。ええ。それにしても玉木さんは、なぜ噂を調べる気になったの？ういの言葉を思い出したんです。妹さんの言葉？はい。この世界は何でもできるって。何でもできる。それならこんな街があってもおかしくないのかもしれないわね。はい、そう思ったんです。たった今！この声、釣るな。そしてお待ちどう。味は50点、元気は満点、中華飯店バンバン剤です。はい、ラーメンセット3人前。鶴乃ちゃん？え、中華飯店？うん。ひいじいちゃんとじいちゃんが築いたゆい家の誇り、中華飯店バンバン剤。三教区で元気よく営業中です。それよりも、あなたどうしてここに？
私も仲間でしょ。いや、だから違うって。あとね、思い出したんだよ。な、何をですか？ヒイラギ。あ、ツルノちゃん、本当に？うん、ヒイラギさんね、うちのお店の常連さんだよ。すごい勢いで数日過ぎていった気がする。うい、ようやく一歩進んだよ。ずっとわからなかったネムちゃんのことがね、ひょんなことでわかったの。ほんと、手がかりっていつ見つかるかわからないね。それにね、これから八千代さんと一緒に神浜市の噂を調べることにしたよ。原因がそこにあれば、みんなウイのことを思い出してくれると思う。私だけじゃなくて、お父さんもお母さんも少しずつ、本当に少しずつだけど近づいていると思うから、待っててね、お姉ちゃんがウイを見つけるまで。